令和の虎、その思いを金に変えろ。普段はどうやって生活してるんですか、はい、今仕事をしてないようなので。そうですね、今本当仕事は全くしてなくて、あのバイトとか、去年のお仕事で貯めた貯金だったりとかで生活してます。今本当にあのライブ配信をちょこちょこやっていて、 TikTok のライブ配信だったりとか、あとはミクチャっていうライブ配信アプリがあって、今そこですごい大きい、あの優勝するとレペゼンさんと100万円企画でコラボできますよみたいな、そういうイベントに出てて、ミクチャって配信アプリで、まあ、そこからもらったキャッシュバックだったりとか、 TikTok ライブでいただいた投げ銭だったりとかで、家賃を払ったりとか生活費を支払ってる状態です。はい。それでライブ配信で月にどのぐらい稼げるの？まあ、正直本当に月数万円ぐらい、5万円6万円そうですね。返すの難しくない？難しいです。で、今年1年間で SNS の活動で、ある程度稼ぎが生まれなかったりとか、自分のこの活動がうまくいかなかったら、もう来年からは今まで通り、マッサージの国家資格を持っているので、そういうマッサージの業界の方で働いていこうというふうに思ってます。なので本当に今年1年間が僕にとってはすごく勝負で、その自分の目が見えなくなる可能性が高い、時間がないっていうのもあるし、やっぱりそのお金の面だったり、どうしても親に頼ったりとか心配はかけたくないので、もう今年1年間で本当に絶対結果出すっていうつもりで今こういう場に立たせていただいてます。これ多分今のお話を聞くと、はい、この返済計画が2024年4月からっていうことになってるっていうのは、1年間とりあえず、こういう、SNS を頑張ってみようと、はい、で4月になって稼げなかったら普通に働いて皆さんにお返ししますよって思いでこれがあるとですか。そうです、はい、なるほど。なので返済に関しては、この1年でその活動がうまくいけば、その月3万円って書かせていただいたと思うんですけど、それ以上に早い段階で返済させていただける可能性もあります。どういう収支計画で、はい、音楽は例えばそのトラからゼオールとなるとするじゃない。そうしたらどのぐらいの金額が入ると予想されてるの？予想は、いや、ごめんなさい、正直そこに関しては全く予想できてないです。できてないのか、はい、それ難しいでしょ、だってそうですね、ごめんなさい、そうなんですよ、本当にまだ先が全然正直僕自身も見えてない段階で、今こうやって行動しようって言って活動を始めた段階、本当に今年から SNS を本気でやろうって思ってる段階なので。音楽でどれぐらい稼げると思ってるの？直近の目標は。直近はやっぱり、サラリーマンさんの平均月収とかそのぐらいは稼げるように、まずは生活ができるレベルには今年1年でなりたいなって思ってます。林社長どう思いますか？で、すごく一生懸命だし、すごく大変な状況だしね、同じ悩みを抱えてられてる方も多いと思うし、応援されると思うんですけど、ちょっとプロフィールとかね、SNS 見させてもらいましたけど、なんかかなりいろんなところにコメントしたりとか、はい、話しかけたりとかで、なんかもうすぐ失明するんですみたいな感じで、僕とかにも話しかけたことあるかな、ないかな、どっかのコメント欄とか。そうですね、桑田社長がライブをされてた時にちょこっとコメントさせていただいたとか、うん、してたの、ね、ありますね、林社長と桑田さん、うん、だから、そうですね、はい、だからいろんなところでちょいちょい見かけるんだけど、はい、だからその本当に大変な状況だし、限られてるから焦ってるのかもしれないけど、ちょっと空回りしてるというか、うん、そのようにもうすぐ失明するんですっていうのでめっちゃコメント来ると、うん、それをなんかこう売りにしてるっていうか感じがしちゃって、だからそんなに今伸びきってないんじゃないかなって思っちゃうし、さっきの先生の一言もすごい大き人生で大きかったと思うんだけど、なんかそのエピソードとしてあんまり、ああ、そのね、大きな一歩だとは思うんだけど、先生に一人旅勧められたら一人旅行ってみて全然変わったという話で、スポーツできなくなった話とかもすごい自分に置き換わったらすごく大変だとは思うんだけど、なんかこう根本的にもっと共感されていいのに空回っちゃってるから、プロデューサーが必要な感じがするよね。わかる。めちゃくちゃ大変そうだし、ね、そんな人いたら助けたいけど、はい、もうすぐ失明するんです、失明するんですってめっちゃコメントしてたら、はい、本当かなって思うし、それをネタにしてんのかなって思っちゃうし、そんなことはないのはよくわかったんだけど、でも焦るよね、5年しかないんだもんね。そうですね、正直焦りがすごく出てしまってるところあって、でそのやっぱりもともと僕全部ね SNS にその失明宣告を受けた22歳というふうに書いていて、全面にその受けたことを出してて、本当だもんね。けどそれはね、そうですね、でもやっぱり不利にもなるし有利にもなるものだなって僕もすごく思ってます。やっぱり病気のことをこうネタにして売名をするだとか、そういうふうに言われてしまうことはもちろん僕も承知の上でこの名前にしてるっていうのがあって、なのでそのブランディングの仕方だったりとか
発信の仕方みたいなのはなんかやっぱりもうちょっとしっかり考えなきゃいけないなっていうのは、実は僕も林さんと同じ感覚を持っていて、かなりのところでコメントを散見したんですね。株式会社モノリスジャパン代表岩井義明、令和の虎チャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる。志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長。志願者や虎、時に視聴者にまでも縦横無尽に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか。僕にももらえたんですよ、はい、で正直言うとなんだこいつって思ってました。ちょっと気持ち悪いなっていうか、何なんだろうこの子はって全然知らずに、あれ1ヶ月ぐらい前かな、辰巳くんがやってる、若者かける成功者チャンネルっていう新しいチャンネルがあるんですが、それに僕呼ばれて、で誰が来るか分かんなかったんですよ。たら小林くんが突然現れて、実はこういう、え、君っていつもコメントしてる子だよねみたいなところから1時間喋ったんですよ。喋った上で僕はまあそういうことを考えてるんだったら令和の虎に出てみたらって誘ったのは僕なんですね。すなわち1時間で変わりました感覚は。それまでは本当にもう一回言いますけど、なんだこいつって思ってたんですよ。だから、何のために僕これ言うかっていうと、林さんも僕もそう思ってる。ってことは、周りの人もそう思っちゃってるんですよ。多分小林くんのこと。だからブランディングは多分失敗なんです。そうですね。そうですね。あのコメントは何を思ってやってます？あのコメントは、やっぱり一個は自分のことを知ってもらいたい。そのための。厳しいことを言えば、注目浴びるからってイメージ、はい、もちろんです。それはやっぱり武器として、使ってるというか、僕の感覚としてはあんまりこれは賛否結構分かれちゃうと思うんですけど、自分の目の病気だったりこの失明するかもっていうことって本当に一個の武器だと思ってて、生まれ持った素質だったりとか、そのスポーツ選手とかと何も変わんないと思ってるんですね。スポーツ選手だったりとかってやっぱり生まれてから自分が足が速いとか、ちょっと他の人より運動ができるとかっていうことに気づいて、それを前面に出して大会に出たりとかするわけじゃないですか。僕も自分の目が悪いから、だったらじゃあ目が悪いんだったらこの目が悪いってことをどうやって生かそうかみたいな、これを最初のきっかけとして知ってもらって、あとは自分の過去の経歴だったりとか自分の思いとか生き様で見せたいとか知ってもらいたいっていう思いがあって、実際今も林社長も岩井社長も元々は変なやつだとか、僕もすごい自分で結構とんでもないことをしてしまってると思ってます。いろんなところにコメントは確かにしてます。でもこうやって自分の思いとかを伝えることによってやっぱりその誤解っていうのは解けていくと思ってて、まあね。株式会社イヤシープ代表林直弘、学習塾で全国制覇、年商100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援、積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む積む積む、軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王、今宵も聞けるかサービスですよ。すごく下手だけど、はい、その目が見えなくなることを武器にしようとして前向きの力に変えようとしたっていうことは、はい、そこに行き着いたのはすごいと思うね。ちょっとコメントの仕方とか SNS は下手だけど、そうです、それでなんか俺なんかって塞ぎ込むよりはよっぽどそれを武器にして前に進もうとしてるのは、はい、めちゃくちゃいいと思うね。それは全国の皆さんに勇気を与えることだと思うね。ありがとうございます。ちょっと下手だけどね。下手です。下手っていう部分だと僕なんかやっぱ同情を買うやり方ってすごいなんか嫌悪感をなんかまず、そうですね、それは本当に出ちゃうんですよ。まあ、ビジネスでも僕困ってるんで出してくださいっていう人って絶対この場では出ないと思ってて、なんかやっぱちょっとお前同情で金引っ張ろうとしてるやんっていうのがなんかどうしてもいやらしく見えちゃう。そうですね、自分の武器を分かりすぎてると応援しにくいかもしれない。だからね、その虎のねインスタとかツイッターにはだいたいね毎日のようにこんな不幸な環境でこうだからお金くださいっていう DM がいっぱい来るの、そのシリーズだと思ってた。そのシリーズに見えるそうですよね。 DM で散々相手してるから。そうだから話を聞いたら違うんだけどね。でもそうやって前向きな力変えていくというか、みんなができることじゃないと思うから、それはすごいと思う。いやでもそうですね、本当に同情でもらおうとかではなくて、それは一個の僕のその認知度を広げるためのものとして名前には書かせてもらったりとか、そういうコメント、ツイッターのさ、あなたの名前の後に失明うんたらかんたらってことも書いてあるじゃない。もうあれを読むだけで、はい、あ、またこいつから来たかって
僕は正直思ってしまってたんですよ。なんか近道をしてるなって感じがすごいんですよね。やっぱり多分それも焦りが出てるってことだと思います。本当にどうにかして自分の名前をたくさんの人に知ってもらわなきゃっていうのがすごく強くて。楽曲を知ってもらうより自分の名前を知ってもらいたいんですか。やっぱり何をするにしても、もう今って起業するにしたってSNS で音楽活動するにしたって、やっぱ知名度影響力って本当にすごく大事だと思ってて。っていうことは楽曲に僕たちはお金出すんじゃなくて小林くんに出すっていうイメージなんですね、はい、そうですね、そういうイメージでいただければ大丈夫だと思います。これは治る可能性があって、なんかみんな手術代で絶対大物になるから絶対大きく返すからさ、全員オールだと思うんだけど、治る可能性はあるんでしたっけ。確立された治療法っていうのが今世界で見てもない病気です。なので本当にこれをやったからこの病気が良くなるとか視力が戻るみたいなのが正直言うと調べてもまだない。ちょっと良くなったりする例はあるんですけど、それが本当に 100% かってやると全くそんなことがない状態っていうのが正直な現状です ね、 はい。ちょっと変なこと聞いていい、もし5年後とかに、はい、残念ながらね、視力がなくなって、まあ、盲目になったとするじゃない。それから小林くんは何をしてどう生きていこうとしてる？それも今年1年で結構大きく変わっていると思ってて、今年は SNS がもしうまくいった場合は、その見えなくなったことも全部コンテンツにしたいと思ってます。そういう自分の人生だったり家庭を YouTube なり TikTok なりに発信していきたいっていうのは思っていて、もし今年うまくそれがいかなかった場合、何かしら形にできなかった場合は、マッサージだったりとか、意外とマッサージとかハリキューって全く見えてない方でもやってる方がたくさんいて、ハリなんかもともと本当に全く見えてない人から発症したって言われてるぐらい、視覚障害のある方々の職業って江戸とか結構昔から言われてる職業なんですね。もし SNS の活動がうまくいかなければ、そういった職業について起業したりとか開業したりとかして生計を立てていきたいなっていうふうに思ってます。なんかノーアルタカは爪を隠すってい う、 こう美徳があるじゃないですか。ありますね。なんかそれだと思うんですよ。なんかこう全面に脳を出してきちゃってるからちょっといやらしいみたいな。いや本当に難病だし、すごい僕たちも大変だなっては思うんだけど、これは売り方の問題ね。セールスの問題で言うと、いやなんか例えばだけど、僕がなんかいやもう水商売は差別ばっかりでって言ってたって、なんかちょっと気に食わないんですよ普通に。とかヒップホッパーがいや俺らは金ないんだけどみたいな、いやもう金ないのがなんだよみたいな、じゃあ金稼いでからやれよみたいな。だから分かんないけど、なんかそのちょっと天の弱的なものって日本人って絶対あると思ってて、セールスがなんかやっぱ必要だと思うんですよね、やり方が。って考えたら、なんかその隠しながらでもプロデュースしてくれる人だったり、あとなんかこうさっきからこうなんか先生の話とかが、まあ過去の人が結構出てくるんですけど、最近ちゃんと喋ってんのかなみたいな、周りの人と。なんかこの周りに人が見えてこない。正直言うと周りもう最近はまあその仲のいい親友だったりとかいるんですけど、まあでも本当にその関わりは、人との関わりっていうのは仕事を辞めてからは確かに減ってます。正直それってなんかどういうことかっていうと、なんかこう支援してくれる身近な人を置き去りにしてんじゃないかなっていうのがちょっとね気になってるんですよ。実際問題支えてくれる人とか、なんかアドバイスしてくれる人もいるけど、自ら遠ざけてる可能性ないかなみたいな。あるかもしれないです。うん。ってなると、じゃあ僕たちが支援したとしても、なんかこう自分のやり方に意にそぐわないことが発生した場合に、あれなんかやっぱ頑固だなみたいな風に陥っちゃって、結局は自分のやり方で行くんですってなっちゃったら、僕たちいる意味ないんですよね。正直確かにその本当 SNS の関わりだったりとかがもう今はメインになってて、そのオンライン上での関わりが結構多くなってます。うんうんうん。でもそれって本当になんか考えてくれてんのかな、小林くんのことみたいな。実際問題絶対、ま、身近にいたはずなんですよ、もっともっと先生以外にも。そうですね。うん。でもなんか僕はこう行くんでっていう、なんか突出、なんかちょっと周りと比べて自分はちげえんだよ俺みたいな感じは出ちゃってるから、いやそれはちげえよみたいな。周りと違くなりたいっていうのは確かに出てるかもしれないです。志願者のプロモーション方法をめぐり議論は展開。売り出し方に対し虎たちが牙を剥く。苦戦を強いられる志願者、一体どう戦い抜く。思いついたのはすごいですね。リライブシャツというシャツなんですが、特にねリアルが大事じゃなくなっちゃうと、仮想の世界のそのね、例えばコメントしてるとか、そこだとちょっと自分と違う攻撃的な方に行きやすいから、やっぱりもうちょっとリアルに戻ってきた方が現実が見えてくるのかなって感じはするよね。そうですね、そのあたりもぜひご教授いただければと。小林くんを応援してくれてるね周りの人のバックボーンが見たいな。
小林くん自体になんかね、この人バズるんだろうっていうなんかそういうアピールがなんかこれだけの人がいてとか、俺はもっとなんだろう、成功する理由が聞きたい、自信が、自信を。自信の根拠みたいな。うん、それで言うと、うん、僕はあの TikTok をその、まあ、レペゼンのライブでスーパーチャットを送らせていただいた動画がたまたまバズって、そこからフォロワーが一気に増えて TikTok のライブをするようになったんですけど、そこで見てくれてる視聴者さん大体平均的に、まあ、同時視聴者数が70人から80人ぐらいいる中で、そのまた別の配信アプリミクチャってアプリに誘導したいなって、ミクチャに来てほしい、イベントがあるからみんな来てほしいって言った時に、ほとんどの人がその別のアプリに来てくれたんですよね。僕にはこういう夢があってとか思いがあってこのイベントに出ますって言った時に、小林くんが言うならって言って来てくれた人たちが本当にもう50人60人って少ないかもしれないんですけど、ミクチャってそのアプリの中ではかなり多い方で、そういうなんだろう、人を引きつけたりとか、たくさんの人が小林くんのためならって思ってついてきてくれてるっていう現状が実際今あって、でそのミクチャのイベントっていうのは、僕そのアプリを入れたのが今年入ってからなんですけど、イベントで今結構本当に有名な TikTok のフォロワーが何十万人いますみたいなインフルエンサーさんと肩を並べてそのイベントに出てて、その中で今そのイベントで3連続1位を取ってて、そういう状態でもあるので、なんというか他の人よりかは自分の思いを伝えるのが上手かったりとか、プレゼンだったりっていうのが今までのその経験を積み重ねていく上でちょっと自信が出てきた。どうでしょう社長、お話ししてないって最近。いや、ずーっとずーっとジンジントラが仕切り始めました。林さんがやる役を田中さんがずっとやってるのがもうものすごく面白いですけど、聞いてて、はい、なんか心が揺さぶられないんですよね。淡々とされてるような感じがあって、なんかまだ全然そこが僕はまだ伝わってない感じがあって、大変だなっていうのは分かるんですけど、こうこれ音楽にめちゃくちゃかけてるとか、はい、っていうのが全然伝わってこないんですよ。どうしてもすごい淡々としてる感じだから、その病気の話しか基本出てこないので、それ以外の話はないのかなとかっていうのはちょっと思ってますね。俺に投資したら絶対これ儲けさせるよとか、はい、なんかその熱意とかそういうのはあんま伝わってないんじゃないの、トラガーマに。お金投げたくなるような、ちょっと本当に言い訳がましくなってしまうんですけど、その本当に僕中学の時すごい落ちたんですね。誰とも話したくない、家族とも話したくないぐらい落ちて、閉じこもって自分の殻にこもってた時期があって、今でも感情表現が本当に苦手なんですよね。歌に自分の感情を乗せることもうまくできなかったりとか、目のことで落ち込んでたはずなんですけど、自分の存在自体が本当に嫌になってしまった時期があって、自分の容姿、声とか喋り方だったりとか、もう本当に全てを自分自身で否定してしまったっていう過去があって、それがずっと今でもあるんです。実は今でも自分の容姿には本当に自信がなくて、実は僕この顔でも一応200万円ぐらいかけて整形してて、本当に SNS で活動したくて、でもそのためには顔出ししなきゃいけないし、どんどん露出しなきゃいけない、でも自分には自信がなくて、どうしても自信がつけたくて整形したんですけど、でもまだ全然自分には自信がない、容姿に全く自信がなくて、今回も直線までマスクつけて出ていいですかって言ってたぐらい、本当に何にも正直自分には自信がなくて。それ虎を説得するアピールになりそう、最後まで話して。いやでも容姿はさっき言ったように、僕入ってきた瞬間に容姿いいじゃんって言ったんですね。日本屈指のインテリジェンスギャンブラー、予想屋マスターこと平出慎。競馬予想サイト誰も教えてくれない競馬理論での勝負師の顔と、慶応卒の弁理士というインテリの顔を合わせ持つ偏差値100超えの数学力を駆使した分析で、志願者の未来も予想できるのか。で今の話聞いてたら、結局このオーディションを受けたのって、実はなんかこのオーディションの看板が欲しかっただけかなっていう感じにしか今感じなくて、結局自分自信がないから見た目変えました、次歌にも自分にも歌にも自信ないからどっかの大きい看板もらいました、ただそれが欲しいだけだとしたら、いつまで行ってもお金積んだって全然幸せにならないですよ。自信ないやつの歌誰も聞かねえよ。まあホストでいう闇絵っていうんですけど、いわゆる僕
いやもう今日もやる気ないよ、いや助けてよみたいな、こうネガティブで人を寄せつけようとするとやっぱメインネガティブな人集まってくるんですよね。そうですね。だから今もしかしたらネガティブのなんか輪の中でなんかちょっと王子様っぽく持ち上げられてるだけなのかもしれないけど、なんかそうじゃなくてなんか世界を変えるっていうか自分に注目を集めたいだけだったら別にそれでいいと思うんですよ。だけど僕たちはなんかそういう人だったらお金投資しないかなって思っちゃうんだよね。そうですね。それはもちろんです。もちろんその自分を変えたいっていうのはあるんですけど、自分を変えたい理由はもっともっとたくさんの人に自分の活動を通して勇気を持ってもらいたいとか、僕のことを見て前向きな気持ちになってほしいっていう気持ちが本当にそれは一番強いですけど、皆さんいろいろ言いますけど、自分が5年後失明するとか小さい頃からこういう病気だったらそんな風に思えます？まだ前向きに頑張ろうとしてる方だと僕は思いますけどね。同じ状況だったらこういう風に出て曲出そうってねえ、売りにしてるのは下手だけどまだ頑張ってる方じゃないですか。間違いないですねえ。いやなんか頑張ってる方だと思うんですけど、僕はなんかそこに同情してなんか話を進めるより、彼もコンプレックスなしにして僕は一人の人間として向き合うべきだなと思ってるんで、なんかそこで言うと、いやなんかそもそもなんか違う部分はちゃんと指摘した方がいいなって感じですね。そうですね。本当確かに今の僕がしてる話で言うと、本当確かに同情を買うみたいな形になってしまってるのは本当その通りなので、伝え方だと思います。そのたくさんの人にアピールしたりとかっていうのも多分それがすごい下手なんだなっていうのを、自分なりにはやっぱり今までのそのいろんなことがあってうまくできてるって思ってた節がちょっとあったので、確かに今こうやってお話をさせていただいて、その伝え方が本当に下手だなっていうのは今感じてます。まあ僕が全部出すんで乗りたい人は言ってください。よいしょ、はいどうぞ。はい、今なら乗れますよ。乗りたい方どうぞ。途中段階で林さんから全額一人出しが出ましたので、この瞬間であ俺も出すよっていう150万出す方が見えれば、乗っかれますけども、そうでなければこれで完全オールです。よろしいですか皆さん。はい、では林さんの一人出しです。はい、150万おめでとうございます。はい、じゃあちょっと順番に一応ここまでの感想を聞いていきましょう。木下さん。はい、僕は、最初に実は今日声が出ないんですよとかって、そういう前振りはいらないなって正直ずっと思ってたんです。なんでとにかく素の自分をそのまま出して十分魅力的な方だと思うので、もっと自信を持ってやっていかれた方がポジティブの気持ちになれるんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい、田中さん一言どうぞ。はい、まあなんかすごい前向きで、なんだろう、上昇志向で、それはなんかすごいし、そういう状況でそういうふうに考えられて、俺もなんか尊敬するできる部分もあって、ちょっと心動いたけど、そうだな、実際音楽とかあれでちょっと難しいかなと思っちゃって、でも多分その気持ちを諦めなければ、まあ、絶対何かしらうまくいくと思うんで、でも本当頑張ってください。小林さん、時間がないのは分かるんですけど、もっともっとなんかこう作り込んだ小林くんだったらなんかもっと見たかったなと思ったんですけど、なんかそれを当てる相手がいないのかなっていうのがすごい残念だったんで、一人でもいいから周りになんかこう腹割って話せる人見つけてほしいなと思いました。平井さん。もう手段を選ばないっていうのは僕は逆に好きでめっちゃ応援したいなと思ったんですけど、林さんがね一人出しする時って大体林さん本当見る目あるんで、ぜひ林さんによくうまくやっていただきて、林さんの応援を受けて成功していただきたいなと思います。はい、林さん。全国のハンディキャップのある皆さんがそうやってピンチをチャンスに変えられる人になってほしいなと思ったんで、すごくいいと思いました。あと自分が同じ環境だったらと、同じ境遇だったらって思ったら、僕だってそんな上手にできないし焦るだろうし、そうなるだろうなと思ったんで、これは小林さんはよくやってる方だろうと思って全部出そうと思いました。これからよろしくお願いします。まあよくわかんないけど好きに使ってください。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ小林くん、今日の感想どうぞ。そうですね。今回ここに出させていただいて、本当に改めて自分に足りないものだったりとか、逆に自分が伝えられることだったりとかっていうのが本当明確化できた部分があると思います。まだまだ本当に僕は未熟だし、伝えきれてない部分もたくさんあると思います。でも林社長に出資していただいたからには、絶対絶対このチャンスは逃さないように、本当にこれからも
焦らず空回りしないように全力でやっていこうと思うので、本当に今日はこんな素敵な機会をいただいてありがとうございました。はい、オールなんで、はい、僕は喋らなくてもいいんだけど一言喋っていいかな。はい、はい、まあきっと久しぶりに林さん全額一人出しするんだろうなって僕は 99% 信じてました。林さんがもし万が一 1% 出さなかったら僕は出しましたね。久しぶりに林さんと僕の気持ちすごいね。そうだよ、なんで出さないのみんな。めっちゃいいじゃん。急に言いますよ、何偉そうに言っとんねんと思いましたね。ねえ、はい、いやいや、ありがとうございます。本当だよね。いや田中さん、ねえ、なんだよ、ね、偉そうに。田中さん音楽の厳しさを知ってらっしゃるじゃないですか。そうだけど、だから田中さん乗るかなと思って一応振ったのにさ、よかったよね。よかった。僕と岩井さんは心に聞きましたよ。何が心が動かないだよ木下さん。つってダメだ、気が合わない。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。激しい議論の中信念を貫き続けた志願者、戦いの結果は林の全額一人出しで見事完全オールを達成。視覚障害を抱えるインフルエンサーとして誰かの背中を押したい。新たな虎の子の挑戦が幕を開ける。物語の行方は続報を待て。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の空ファンクラブ入会はこちらから。